あゆむです。よろしくお願いいたします。1月16日に YouTuber の方が囲碁将棋チャンネルを訴えた裁判がありまして、その中で YouTuber の方がほぼ全面勝訴、囲碁将棋チャンネルがほぼ全面敗訴するという衝撃的な判決がありました。で、2月にも同じような裁判がありましたんで、その結果も合わせて寄付利用問題の今後について見ていきたいと思います。ちょっと私のスタンスも、ご報告させていただきたいと思います。裁判の結果、こちらに少しですがまとめさせていただきました。ちなみにこの裁判に関しては、現役の弁護士でさらにほぼ最強の将棋 AI、水晶を開発したタヤヤン様という方が非常に分かりやすい動画を出してくれているので、ぜひ概要欄のリンクから飛んでいただければと思います。ちなみにその中で、一部ですが抜粋させていただきます。原告の配信で利用された情報、つまり YouTuber の方がいわゆる盤面あり評価値法とですね、そちらで利用された情報は被告の中継の差し手、つまり囲碁将棋チャンネルの中継の差し手であって、優勝で配信されたものとはいえ公表された客観的事実であり、原則として自由利用の範疇に属する情報と解されると、こういう判決が出ておりました。つまり裁判所の判決はもうほぼ盤面あり評価調査を認めるような、そういうものだったということで、ちょっと衝撃が走っておりました。被告ですね、つまり囲碁将棋チャンネルは原告の YouTuber さんに対して損害賠償金約120万円、配信停止期間の収益、そして慰謝料などを支払えと、そういう判決が出ておりました。本当に、ほぼ原告の全面勝訴といえる内容だったようです。それじゃあ盤面あり評価値放送は OK なのかというお話なんですが、まず少なくとも囲碁将棋チャンネルは原告の配信は被告の著作権を侵害するものではないことは認めるというふうに述べておりました。他の主催者の方だと違うかもしれませんが、少なくとも囲碁将棋チャンネルは著作権では争えないというふうに判断していたということですね。そしてまたガイドライン、こちらは裁判所の判決文ですが、ガイドラインは既選主催者が一方的に定めたものであり、法定拘束力はないと。こういったものが出ておりました。ガイドラインが無効とされてしまったということですね。盤面あり評価値法とっていうのが、今のところ優勝で配信されたものとはいえ、公表された客観的事実であり、原則して自由利用の範疇に属する情報と解されるという裁判所の判決が出ておりますんで、ちょっと OK 寄りの可能性が高いんですが、ただアプリなどは利用規約次第、将棋連盟モバイルとか、名人戦寄付速報とか、そういったものに関してはちょっと寄付利用規約次第というふうになっているようです。で今回の裁判は基本的に盤面あり評価値放送が是か非かという話だったんですが、対局終了後に寄付並べすることは OK なのかどうか、これはちょっと私の方で考察をさせていただきたいと思います。で現状はですね、もう3、4年ぐらい前から多くの人が自由に寄付利用しておりまして、ガイドラインが形骸化しているというのが現状でございます。ガイドラインざっくりと表にさせていただくとご覧のようになっております。例えば対局当日に寄付利用が可能なのが、全手順 OK なのが、銀河戦、朝日杯、順位戦、名人戦、そして王将戦という形になっておりまして、こちら優勝で寄付利用が可能となっております。銀河戦、朝日杯、順位戦、名人戦に関しては、1局あたり数万円で使わせていただけたという状況で、そして王将戦に関しては1局あたり数千円でございました。無償なのが、英語戦ということでございました。で、数手 OK なのが、優勝にて竜王戦。竜王戦はちょっと特殊で、対局当日は投了図のみ使って OK で、翌日はその投了図を含めて3図までが、数万円払うと使わせていただけるという形になっておりました。で、王位戦も、当初は翌日のみだったんですが、最近はちょっと緩和されて当日もいいですよという話になったんですが、10図までですね、使わせていただけるという形になっておりました。あと無償なのが棋王戦、王座戦、棋聖戦ですが、いずれも2図から3図ぐらいで、かなり限定された範囲で使ってくださいねという、そういうガイドラインとなっておりました。ただこれ守ってるのがやっぱりかなり少数派で、大体やっぱり竜王戦とか王位戦とかに関しては、ほとんど全ての寄付が使われていたという使っている人が大半だったということですね。さすがにちょっと、それではもうガイドラインの意味がないじゃないかということで、ガイドライン緩和してくださいという話ずっとしていたんですが、結局、3、4年間ずっとそういう主張を繰り返していたんですが、まあ、主催者の方も対応を検討してますっていうことをずっと言っていただけで、何も変わらず、とうとう4年ぐらい経ってしまったと、そういう状況でございました。なので今回裁判で決着がついて一つ、まだ決着とは言い切れないんですが、一つちょっと私としても、割とすっきりした部分がありました。本当に今回、いろいろ法律を調べて裁判に挑まれて、そして勝訴された方に関しては本当に、敬意を表したいなと思っております。特に当初から私が主張していたのが、不公平が生じないようにしてほしいという話ずっとさせていただいておりました。ガイドラインを適用するのか、それとも撤廃するのか、はっきりしてほしいと。このままではちょっと意味がないという話をさせていただいておりました。で決して他の YouTuber さんを攻撃するような意図は全くなかったというのは、こちら申し上げておきたいと思います。この件に関して、日本将棋連盟とか主催者の方は、当然ながら他の方々の寄付の利用状況に関しては、私が言うまでもなく、おおむね把握していたようです。なので、特に私の行動が他の方々に影響を及ぼす可能性は、限りなく低かったと思いますが、不公平が生じないようにしてほしいという話が、間接的に他の実況者を攻撃していたんじゃないかと、そういうことも一部で言われてしまっておりました。当然私としてはそういう意図は一切ありませんでしたし、むしろガイドラインが形骸化しているんで、撤廃するか緩めてください。この状況はおかしいんじゃないかということで、主催者の方とか日本将棋連盟に要求するような、そういうお話をさせていただいておりました。で私の視聴者の方にも、この件には限らず、絶対に他の YouTuber さんのところに悪口書いたりとかしないでくださいと、そういうお願いはしておりますし、当然私のライブでも、この件に限らず、他の方の悪口が書き込まれたら、もうその瞬間に削除したりとか、あとは注意を促して、もうやめてくださいねっていうことで、できる限り気を使ってきたつもりではおります。ただこうしたそのガイドラインの不公平なくしてほしいって訴えること自体が、間接攻撃じゃないかっていう、ちょっと誤解を生んでしまったりとか、そういったこともありましたんで、今後はその SNS ですとか YouTube でこういう発言をすること自体、控えさせていただきたいなと思っております。とにかく私としては、毎年数十万円から数百万円の寄付利用料が発生してしまっていたりとか、あと全寄付を使えないっていう、機械損失ですね。全ての寄付を使った場合と、部分的にしか使えない場合で、だいぶその再生数とか変わってきてしまうので、どうしても他のところに流れていってしまう、そんな機械損失、そういう不公平な状況が続いておりまして、だいぶそのストレスが溜まる状況が続いておりました。本当に今回裁判で、ひとまず地裁ではありますが、判例が出たということで、ちょっと個人的にはほっとした部分もありました。動画単体では赤字でも、常連客維持のために投資せざるを得ない、そんな状況が続いていて、非常に、かといって今更やめるってことだけにもいかないという、本当になかなか苦しい状況が続いてたという、そういう状況でございました。今後の方針ですが、現状盤面ありでライブをする予定っていうのはないんですが、対局終了後の寄付並べに関しましては、裁判結果を踏まえて慎重に検討させていただきたいと思っております。主催者の方々にもそういうメール送らせていただいてるんで、さすがに今までガイドラインに沿ってきたのに、何も言わずに、いきなり寄付使い出したりするとですね、それはそれでかなり問題になりそうなんで、一回、このままだとちょっとガイドラインに従うのは難しそうと、そういうメールは送らせていただきました。囲碁将棋チャンネルさんはじめ、複数の主催者の方からご回答いただいてますんで、それに関してはまた、まとめていきたいなと思っております。ということで、基本的には今後も明るく楽しく、そして他の実況者さんに一切ご迷惑をおかけしないような、そういう形で運営していきたいと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。また話し合いの方が進展いたしましたら、動画の方でご説明させていただきたいと思います。それでは、ここまでご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。失礼いたします。